タンタロスの娘ニオベイの神話を描いた、ジャック・ルイ・ダビットの1772年の絵が、ニオベイの子供たちを攻撃するアポロンとアルテミス。ダラス美術館所蔵。リューディア地方のシピュロス山にあるニオベイの泣き岩。パウサニアスは、シピュロス山でこの岩を見たと述べている。ニオベイは、ギリシア神話に登場する女性である。長母院を省略してニオベイとも表記される。 主にの二人が知られている。以下に説明する。このニオベーは、ペロポネーソス半島の原初の王、ポローネウスとニュンペイのテーレリ系の娘で、アーピスト兄弟、カシン・イーナコスの孫にあたる。ゼウスに愛されて、アルゴスを生んだが、アクーシラーオスによれば、ベラスゴスをも生んだという。ニオベーはゼウスが愛した、最初の人間の女性と言われる。 ちなみに最後に愛したと言われるのは、ヘイラクレースの母アルクメーネーであり、ゼウスは人間の女性を愛することをニオベーから始め、その16代目の子孫にあたるアルクメーネーで辞めたという。このニオベーは、ゼウスの子タンタロスと巨人アトラースの娘ディオーネーとの間に生まれた、娘でペロプスと兄弟。ゼウスとアンティオペーの息子であるテイバイアムピーオーンと結婚し、 多くの子宝に恵まれた。ニオベイは神に対して傲慢な態度を取ったために、神罰を受けたことで知られており、その物語は、ホメーロスの女児師イーリアスで既でに取り上げられている。神話によると、ニオベイは、女神霊凍に対して、子供が多いことを自慢した。それだけでなく、アポローンとアルテミスの姿をバカにして、自分の子供たちが優れていると自慢した。 このため怒った霊刀は、アポローンとアルテミスに、彼女の子供を殺させた。嘆き悲しむニオベイの涙は止まらず、故郷のリューディア地方に帰り、シピュロス山でゼウスに願って、石に変えられた。あるいは、心しを後悔した霊刀が、ニオベイを哀れみ、石に変えた。あるいは定媒で石と化した、ニオベイは風によって故郷に運ばれた。ニオベイは石になっても涙を流し続けた。 ニオベイの子供の数や名前については、諸説あり、アポロドーロスは、ヘイシオドスの20人、ヘイロドトスの5人、ホメーロスの12人、またアイリアーノスは、ホメーロスの12人、ラソスの14人、ヘイシオドスの19人、アルクマーンの10人、ミムネルモスとピンダロスの20人といった説を挙げている。一般的には、ニオベイの子供は14人であり、オイデウスは7人の息子イスメノス。 シピュロス、パイディモス、タンタロス、アルペーノル、ダマシクトーン、イーリオネウスの名前を挙げ、彼らと七人の娘たち全員が殺されたとしている。一方、アポロドーロスは息子たちの名前を、シピュロス、エウピニュトス、イスメーノス、ダマシクトーン、アゲーノール、パイディモス、タンタロス、娘たちの名前を、エトダヤー、クレオドサ、アスティオケー、プティアー、ペロピアー、 アステュクラや、オーギュギアアト氏、さらに別の伝承をもとに一子アムピオーンと一女、クローリスだけが死を免れたとしている。しかし、全6世紀頃の女詩人テレシラは、助かったのはアミュクラースとメリボイアとし、アムピオーンは射殺されたとしている。パウサニアスもテレシラと同様にアミュクラースとメリボイアが助かったとしているが、メリボイアはクローリスのことで、 恐怖で青ざめた顔が元に戻らなかったので、クローリスと呼ばれるようになったのだという。ヒュギーヌスによれば、息子は、タンタロス、イスメーノス、エウピノス、パイディモス、シピュロス、シクトティオス、アルケーノル、娘は、デルタ、キアデー、クローリス、アスティクラーティア、シボエー、エウドクサ、オーギュギアであり、クローリスのみが助かったとする。この事件の後、 夫のアムピーオーンは自殺したとも、アポローンの聖域を攻撃したためにアポローンによって射殺されたとも言われる。生き残ったクローリスはピュロスオネーレウスと結婚した。ありがとうございます。